元ホストのセカンドパートナーに入れ込み、無自覚のままに貢ぎ続けていた綾南。本人はパートナーと信じて疑わない様子だったが、世間からのホストのガチ恋営業、ひも男との見方は払拭できなかった。これを受けて綾南は柴優とセカンドパートナーと共にライブ配信を敢行。視聴者と実の夫の目の前でセカパは綾南が本命と明言し、綾南は満足そうな表情を浮かべていた。そんな折、綾南の宿敵滝沢ガレソが特大の爆弾を投下。セカパが過去に窃盗を働いていた事実を暴露したのだ。これに対し綾南も X を更新、全くの嘘でたらめとこの報道を完全否定した。するとこの投稿にガレソが噛みつき、綾南のセカパに関する決定的なヤバい情報を投下したのだ。今回は特級呪物 VS 特級呪物、ガレソの爆弾投下で暴かれたセカンドパートナーの衝撃の経歴、ついに追い詰められた綾南の現状に関して解説していく。夫の柴優が東海オンエアの活動に時間を取られ、自身がワンオペ育児を強いられていることを理由にリーダー哲也を SNS 上で断罪していた綾南。過去には東海オンエアにより自身も迫害を受けていたことを暴露し、最終的に哲也が綾南に対して土下座謝罪をしたことで騒動は一旦収束の様相を見せていた。これを機に東海オンエアは一時活動休止に入り、騒動の最中パニック障害と躁鬱の診断を受けた柴優は療養期間に入った。こうして騒動は落ち着きを見せ始めたが、ワンオペ育児を盾に人気 YouTuber グループを休業に追い込んだ綾南は多くの敵を作った。そんな状況にどうしても耐えられなかったのだろう。自身の心象を良くするために綾南はもがき続けた。精神の限界を迎え入院していた柴優を擁護したり応援する声が多く集まる中、綾南は点滴につながれた自身の写真とともにあるポストを投稿した。今回の騒動で柴優だけでなく自身も過呼吸を起こして病院に搬送されたとアピールし、世間からの同情を請うようなポストをしたのだった。そんな綾南のポストが世間を騒然とさせる中、かの暴露系インフルエンサー滝沢ガレソが綾南の不倫デートを写真付きでリークしたのだ。夫の柴優氏に不倫相手のもとへ逃げられた精神ストレスから、妻の綾南が緊急搬送されて超心配な件をまとめろという DM を複数いただいていますが、綾南さんも悲劇の妻アピールをする裏で不倫相手とペアルックでディズニーランドへ出かけており、一切心配ないため取り上げません。これまでワンオペ育児を盾に逃げたくても逃げられないと自身の辛い状況を語ってきた綾南の衝撃の不倫デートの事実にネットは大炎上となった。さらにガレソは証拠となる写真に写る2人が被っていたディズニー公式グッズの帽子の発売日を特定。それはまさに騒動下中であり、綾南が病院搬送アピールをしていた時期と一致。言い訳ができないよう容赦なく追い詰めたのだった。これに対して綾南は驚きの反論を展開した。過呼吸に陥ったことは事実としたものの、その後完全回復しディズニーデートに行ったことを認め、さらに不倫デートをしていたことに関しては完全に開き直ってみせたのだ。そして、母親だって休むに決まってるだろと、実質ワンオペ育児が嘘であったことを認めた。子供を置いて不倫デートできる環境にある人のことをワンオペ育児とは言えないだろう。さらに、情報弱者すぎてかわいそうなガレソさんはとりあえず無許可で罪のない私の大事な彼を晒してるので社会的にします。ガレソの中身は何人かいるらしいがアカウントごと潰します。とりあえず今のうちに投稿を消したらどう。なんと綾南はこの事実をリークしたガレソを煽り返したのだ。さらに文章内には脅しとも取れる文句まで並んでいた。こうして綾南と滝沢ガレソのバトルが幕を開けた。このガレソのリークをきっかけに綾南は柴優との間でセカンドパートナーを容認していたことを告白。この綾南のセカンドパートナー発言により話題は一気に YouTuber の内輪喧嘩から社会的な内容になり、より多くの注目を集めることとなった。綾南は世間に対しセカンドパートナーの異議を唱え、それでも理解が得られない状況に不満を漏らしていた。ところがここでガレソ法第2弾が放たれた。なんとガレソは綾南のセカンドパートナーが歌舞伎町のホスト黒崎ヒューガであることを突き止め、その正体を世間にリークしたのだ。謝罪、旦那に不倫された、悲劇の嫁、
アピールをしている綾南さんが裏で自分も不倫しているとのツイートですが、本人曰く不倫相手ではなくセカンドパートナー、大事な彼だそうです。この場を借りて綾南さんと歌舞伎町ホストの黒崎ひゅうがさんに心より謝罪します。この事実に世間は失笑に包まれた。セカンドパートナーなどと大それた肩書きをつけていたが、結局綾南はホス狂いだっただけではないかという評価が下されたのだ。天敵写真で世間からの同情を得られるはずだった綾南、しかしまさかのガレソ法によってその立場を完全に奪われた。綾南は自身の配信で視聴者からガレソについて言及されると、滝ガレって何、ああガレソか、あいつは嫌いなどと発言していた。これこれに夫の悪事を匿名でリークしようとした際にも、やっぱりこれこれさんの配信は面白いからなどとこれこれにすり寄るような発言をしつつ、ガレソは嫌いと発言していた。綾南はガレソに対しアカウントごと潰すなど過激な発言をしていたが、その様子はなく、ガレソからも綾南についての情報投下は途絶え、冷戦が続いていた。世間から綾南のセカパはただの紐であるとの評価を受けていた綾南、これが面白くなかったのか TikTok ライブを敢行し、視聴者からのセカパに関する質問に対して回答した。その中で、デート代は私が全部出す、でも貢いでないなどと支離滅裂な回答を連発。さらに、セカパの本命は私だよと言い放ち、配信視聴者を混乱に陥れた。結局セカパの紐疑惑は払拭できなかったが、後日綾南は再びライブ配信を敢行。今度はセカパと実の夫柴優と共に視聴者の前に姿を現した。この配信では柴優に促される形でセカパの黒崎ひゅうが、もとい歩むは綾南は自分の本命ですと夫と視聴者の前で明言してみせたのだ。さらに柴優は歩むがすでにホストを上がっているため、綾南はホス狂いではないと補足を付け加えた。この歩むの本命発言にドヤ顔の綾南、そして柴優もそんな歩むに対して感謝していると話したのだ。前述したようにセカンドパートナーを容認していた柴南夫婦、柴優にもセカンドパートナーがいることはすでに公表されており、自身に代わって綾南をそばで支えてくれることに対する感謝ということなのだろう。セカパである歩むは現在ホストを上がっており、休職中ということで現状無職であることが判明している。両者に別のパートナーがいてお互いに認めている、子供がかわいそうなどという意見もあったが、夫婦の間で了承がある以上何も言うことはない。紐疑惑も拭いきれない状況ではあったが、それも個人的な話だ。何より当のセカパ自身が綾南を本命だと話していたのだ。 YouTuber として今回の騒動って多くの注目を集め、イケメンのセカンドパートナーを手に入れた綾南、世間は呆れムードになり、柴南の離婚協議がすでに始まっていることも判明し始めていた。前代未聞ではあるが、カップルの形は人それぞれ。柴南夫妻はこのまま離婚となり、綾南はセカパの歩むを新しいパートナーとして受け入れるのだろう。そんな最中のことだった。ここで再びガレソが登場したのだ。業務連絡、綾南さんのセカンドパートナーである黒崎ひゅうがさんについて、元勤務先広島県呉市の土木関係の関係者より会社の金を盗まれた、知人より金を貸したらそのまま逃げられた等といったご報告をいただいていますが、滝沢では対応できないので綾南さんか警察弁護士へご相談ください。なんとガレソの投稿によれば、綾南のセカパは広島の元勤務先にて窃盗を働いていたというのだ。さらに、ちなみに職場からはお金だけでなく銅線などを盗んで売りさばいてもいたそうです。ごまき弟の後藤祐樹の間違いかと思いましたが、どうやらご本人のようでした。なんと会社の資材を横領し横流ししていた疑惑までもが持ち上がったのだ。綾南が世間にセカンドパートナーを大々的に紹介した直後、非常にも明らかにされたパートナーの過去の悪行、この新事実にネットは再び活力を取り戻した。そもそもこの歩むという人物は今年4月の時点でホストになったばかりだったという。新人の上にあまりにも話術が乏しく、ホスト業は向いていないと思って辞めた、顔で勝負しようと思っていたなどと配信で語っていたセカパ、どうやら歌舞伎町ホストになる前には広島市にある土木会社で勤務していたようなのだ。
今回のリークはその会社関係者からのものであることがガレソの投稿からわかる。この窃盗疑惑が真実であれば、アヤナンのセカパは顔はいいが手癖が悪く、さらに一つの仕事が長続きしないということが分かってきた。アヤナンは自身の腕、つまり話術でセカパを口説き落とし、ホストを辞めさせたと話していたが、こうなってくるとやはりアヤナンのお金が目当てである線がさらに濃厚になってくる。デート代も家賃も負担の上、家事や子供の世話にも一切責任はなく、既婚のアヤナンとデートをするだけでお金がもらえるのだ。ホスト時代のように営業をかける必要もない。アヤナンのセカンドパートナーという新しい職業は歩むにとって理想の職業だったのではないだろうか。このガレソ法に対してアヤナンは、今日忙しくて X 今見たけど、アヤナン新着情報はアヤナン芝優のツイッター乗っ取ってる説、アヤナンのセカパ職場のお金窃盗した説かな。2つとも全くの嘘でたらめだけど、これが SNS で大人気の集団を敵に回した女の末路ってこと。証拠もないのに文章だけ書いたらそれが真実とされる世界。怖い怖い。このようにガレソの投稿には信憑性がないとまだまだ余裕のようだ。ところがこの強気投稿にまさかのガレソからのこんなリプライが返ってきている。こんにちは。大切なセカパをかばいたい気持ちはわかりますが、セカパの過去の行いにアヤナンさんは無関係なので無理にかばう必要はないと思います。本人許可を得たので DM で関係者の連絡先をお伝えしましょうか。滝沢はすでに取材済みですが、セカパとは非常に近しい関係の方でしたので、少なくとも勤務先から500万&元カノから600万円を取った話、過去に恐喝で逮捕された話なども聞かせてもらえると思います。会社からの横領と金品窃盗に加え、元交際相手からも大金をむしり取っていたことが発覚した。さらに恐喝での逮捕歴があるという決定的な情報を暴露したのだ。しかもガレソの投稿からは情報の裏取りもされていることが読み取れる。ちなみにこれ以降アヤナンからの反応はない。今回の騒動で黒崎ヒューガの名前がガレソによってリークされた際、彼の SNS が不自然なほどに見当たらないことが話題になった。当初はアヤナンとの関係がガレソにより明らかにされ SNS を消したのではないかという憶測が飛び交っていたが、窃盗を働いて追われる身だったことが明らかになり、そもそも SNS を持っていなかったのかもしれないとも言われている。さらに口下手なことが分かっていながら、いきなり東京の歌舞伎町でホストにチャレンジしたことも、暴れ回った広島にいられなくなり東京に逃げてきたからなのではないかという憶測が上がっている。アヤナンは配信で視聴者にセカパは金目当てだと指摘された際、セカパが私を選んでいる理由がお金だと思っているんですねと視聴者に呼びかけ、本人に聞いてみましょうと強気の返答を返していた。実際に本命宣言させて勝利宣言を果たしたアヤナンだったが、ここでまさかの天敵ガレソに水を差される結果となった。これまでの話から推測すると、アヤナンが出会ってから今まで長く見積もっても半年、甘いマスクにあっという間にほだされてしまったようだが、その人となりを十分知るには短すぎる期間だ。十分に知りもしない男を子供のいる家にあげており、最終的に前科者だったことが判明した。どう考えても軽率すぎるアヤナンの行動、元カノからも金を持ち逃げしている前例がある以上、アヤナンに近づいた理由が金目当てだった確率は一気に上がった。ガレソはもしかすると初めからアヤナンに注意喚起をしてくれていたのかもしれない。果たして今後アヤナンは歩との関係をどうするつもりなのだろうか。目まぐるしく展開する芝南家族とセカパ歩の関係に今後も注目が集まる。